パパパパイナップリン、ワイ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 ということで始まりました。パパパパイナップリンでございます。どう、久しぶりなのかなこれ。どう、いつぶりぐらい。これちゃんと定期的に一応やってるよね。そうですよね。うん、まあまあまあ今年、まあ、今日は3月8日ということで、まあ、収録日はバレンタインデー2月14日なんですけど、いや僕も43なんでね、バレンタインデーとかもう意識しないわけですよ。まあ、そろそろ意識したら気持ち悪いじゃないですか。で、僕同居人がね、女性2人と住んでるっていうすっごい変わったルームシェアをしてるんですけど、やっぱその同居人の女性もまあアラフォーなので、まあ彼氏もいるんですけど、なんかそのチョコレートを40近くなってあえて手作りみたいなことを言い出したんですよ。で、僕家で家事担当なので、大丈夫かなこの人たち、仕事ばっかりしていつもご飯とか作ってるの見たことないなと思ってて、もう気にしながらチョコレート作ってるのを見てたんですけど、まあなんかこう焦げ臭とか、チョコレート作ってて焦げ臭ってしないんですよ、なかなか。だからもう結局ここで言っていいのかな、もう多分誰に配ってるか分かんないですけど、ほとんど僕が作ったチョコレートなんで、はい、おじさんが作ったチョコレートをおそらくおじさんに渡してるという状況になってますんでね。あ、そこはちょっとね、これもし聞いてる、奇跡的にこれを聞いててその同居人の知り合いの方がいたら大変だなっていう思いを思いながらね今喋っておりますけども、まあなんて言うんですかね、この今日この後仕事もあるんですけど、バレンタインデーってなんかこうそわそわするんですよね、仕事でも。それなんでかっていうと、もらいたいな欲しいなじゃなくて、こう関係性のすごい薄い方にもらった時に、そうお返しとかどうしようとかすげえ迷うんですよあれ。だからワロッポ放送局で、ワロッポ放送局ってアイドルどんぐらいの、30人ぐらいいるでしょ、40人ぐらい。これ一旦決めません、毎年のそのバレンタインデーはそのお客さんに渡すのは、そりゃアイドルは大事じゃないですか、特典会とかで。なんかでもこうスタッフとかに渡す制度はもうなしっていう風にした方がいいと思うんですけど、僕も去年とかもらいましたけど、やっぱお返しどうしようとかすげえ迷ったんで。もらいました、馬刺し君は。まだもらってない？5、6個もらってんでしょ、大変よねお返しが。まあ、ということでちょっとワロップ放送局考えましょうね、来年ぐらいからちょっとバレンタインデーはなしということで。今日ゲスト来てますんでお願いします。どうも、豚まんもちです。お願いします。ハロー、ヤッピーでよー。言いませんね、ヤッピーと山下大車輪で豚まんもちと言いまして、中国のミニオンとだけでも覚えてください。ポムポムプリンの毛皮です。怖いなおい、ピューロランドできんやぞ。そんな言うたらもういい加減にしたまえ。ありがとうぜ。アーシングステップです。元警察官のマスト、反射でやってます。見た目で判断すんじゃねえよお前、ブレイクダンサーとアイアンマンでやってます。お前が一番見た目で判断してるやないかい。さあ、パパパパイナップル、本日ゲストの方来ていただいているということで、バレンタインデーにね女性のゲストを呼んでしまったというね。大丈夫ですかキャスティング、本当に大変申し訳ないんですけども、ですね、まあ、いつもお世話になってるオフィス葵の大杉さんからね、ちょっと今日はもう若手のホープということで、花森ひなさん、そして大杉さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず花森さん自己紹介お願いします。はい、青春真っ只中18歳花森ひなです。お願いします。大杉さんお願いします。あ、芸能事務所オフィサイをやっております大杉です。よろしくお願いします。めちゃくちゃちゃんと喋るじゃないですか。いつもこんなちゃんと喋んないの、飲み行ったら。おとなしくしてますか。あくまで一なんかマネージャー、あ、そうですね、かつ一事務所の社長として振る舞おうと思っております。社長、ありがとうございます本当に。さあ、花森さんなんですけども、はい、これもうオフィスアウイの大杉さんとは結構私もう 6、7 年付き合わさせていただいて大変お世話になっておるんですが、はい、花森さんはアウイに入ってどんぐらいですか。まず半年ぐらいですかね。ということは、まあ、これ、はい、このラジオ聞いてくださってるリスナーの方はもうね分かってると思うんですけど、大杉さんといえばもうなんていうんですかね、もう熟練のスカウターですから。もうスカウトですか。です、ね、やっぱりスカウトです。やっぱりね、絶対スカウトなんだよ大杉さんは。8月の夏休みに、まあ、いわゆる有名な竹下通りです。わー、聖地、スカウトの聖地。そうですね、はい、数々の
アイドル候補、女優候補が大杉さんのスカウトによって芸能界入りしてきましたんで、今まで。さあ花森さんもそのスカウトの網に引っかかったということなんですけども、どうですか半年間こう芸能界入ってみて。ちょっとまだ何かといった活動はできてないんですけれども、はいはい、今ちょっとお話聞いて、うん、すごいなんか先輩たちがいるということで、うん、とてもこれから楽しみです。まあそうですよね。百千万っていうのはなんか真面目なコメント。いやさっきだからあのマイク回ってない時に CM 中に話したんですけど、今日バレンタインデーじゃないですか。そうですね。でね、僕と大杉さん男性なんで、なんすいませんね、バレンタインデーになんか仕事入れちゃってもう大変申し訳ないなと思いながら。すいません、ちょっと私も作ってくればよかったんですけれども。ちょっと本当に大丈夫。本当に欲しいとかではない、あの欲しいって思われるのが嫌なんですね。そうなんですよ。だから2月14日に仕事を入れるのはね、マネージャーとしてちょっと微妙なところで、はい、そんな気持ちはさらさらないですから、男性陣別に。はい、ということでね、花森さんにちょっといろいろ聞いていきたいんですけども、はい、まあ、もちろんね先ほど言った通り花森さんと大杉さんはその、まあ、スカウトで出会ったということなんですけど、はい、まあ、これねせっかく大杉さんも来ていただいてるんで、まあ、メインは当然花森さんですよ。もう 95% 花森さんがメインですけど、タレントなんで。ただやっぱりそのお互いの第一印象をね、はい、ちょっと聞いて、これはだからこのラジオならではじゃないですか。なんかこのスカウトの時の第一印象って普通聞かないんでね。確かに聞いたこと僕もないですよね。まだないです、うん、オーディションとかだったらあるじゃないですか、はい、よく、まあ、オーディション番組とかもやってるんだね、はい、韓国の方とかで。じゃなくてスカウトでの第一印象、まず、まあ、王道のじゃあ大杉さんからですよね。花森さんを初めて見かけた時になんで声かける、スカウトするその決め手というか。あの今マスクをねしてるんで、あのなかなか分かりにくい部分もあるんですけど。そっか、あもう完全にしてたんですね。して、もちろんしてて、はい、でも目のみってことですね。そうです、もう目です。で、目がねやっぱ良かったんですよね。あ、この子は多分可愛いだろうと、はい、それって分かるんですか、目だけで。もちろんですね、たまにですね、それマスク外してもらうとなんかちょっと違うという。やめろ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 、スカウターがあんまそういうこと言っちゃダメなんだよ。僕がそういうこと言ってそんなことないですって言うのが普通なんだから。まあ、でもそういう風なパターンももちろんあるけども、悲しいんですけどね、あるんですよ。でもやっぱり大杉さんはその今ね、その葵立ち上げてからだとあれですけど、もっと前からスカウトやってるじゃないですか。やってましたね、はい、そ、歴で言うとトータル何年ぐらい？いや、もう12年ぐらい。やばいっすよね。13年はやってますね。そんな長期間スカウトしてる人も僕なかなかいないと思うんですけど。最初にそのたまたま入った事務所っていうのが、はい、そのもう歩合で一人女の子の電話番号来たら500円だった。すごいな、マジっすか。そうです、だからそれでまあまあいい意味でも鍛えられたというか。いやでもやっぱ普通社長さんになったらやらないんですけど、いまだにやっぱ自分で見つけてくるっていう。普通だって部下を従えて、そいつらに行かせるじゃないですか。やっぱり、ね、人をそういう意味で信用できないんだよね。何ちゅうこと言ってんのよ本当に。いやでもそんなそのまあ手だれのスカウターに、はい、やっぱりこうスカウトされたということで、花森さんの大杉さんの第一印象、まあ、あの9割方怪しいだと思うんですけど、はい、どんなイメージでした、声かけられた時。ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとうさんくさいっていうのはちょっとありましたね。そりゃそうだよね、はい、うん、あと何かあります？あんま自慢ではないんですけれども、うん、10社以上のところから原宿行くたびにスカウトしていただいていて、うん、そうですね。いや、大杉さんからお話いただいた時に、うん、この人は本当なのかっていうのはありまして。だって正直原宿だったらね、僕もやっぱり芸能界ある程度長いんであれですけど、まあ怪しいのもいますから、そんな、はい、自分でこう精査しなきゃいけないわけじゃないですか。その花森さんは自分で精査できたってことですか？親御さんに相談したりとかもしたんですか？自分で決めたんですけど、はいはい、一回大杉さんと話し合う機会を設けまして、はいはいはい、なんかいろんな事務所さんとお話しさせていただいたんですけど、うん、その中で大杉さんがなんか信じられると言いますか、おちょっとこれ嬉しくないですか？嬉しいですね。え、そんなですか？そうですね、シンパシーを感じたと言いますか、そんな感じで。これはでもあの大杉さんの事務所ってその前からね、あの朝日さんとか、はい、白石さんとかいらっしゃって、僕もずっと本当10代の頃から一緒に仕事させてもらってるんですけど、はい、やっぱこう一度こう仕事して絆を深めると長いというか、うん、やっぱりこう二人三脚でしっかりやってきてっていうイメージがあるんで、はい、その花森さんのなんていうんですかね、こう人を見る目は正しいと思いますよ。本当ですか？頼もしいです。まあ他がめちゃくちゃ怪しかっただけかもしれないです。どうですか、でもそれ聞いて大杉さんは。いや嬉しいです
ね、嬉しいです。ただまあ それ、ね、そう言われちゃうと売らなきゃいけないっていうプレッシャーがあるか。そっか、そうなんですよ。いやでもどうですかね、こうじゃあ話ちょっとその続きというか先に行くんですけど、そのまあスカウトして大杉さんの一番最初のそのファーストインプレッションというか第一印象では何で売り出すって感じですか。アイドルとか女優さんとかいろいろあるじゃないですか。いやもう彼女のアイドルですよ。あ、もうそれ感じました。もうそれも天性のスカウトした瞬間からもうアイドルだなと、はい、どうですか花森さんは。私自身もアイドルでしか探してなかったので。何、今までもスカウトしたの一番うまくいってません、なんか相思相愛というか。いや私アイドルは別に興味ないんですよみたいな人もいるじゃないですか。います。こっちはアイドルで売りたくても、はい、で女優で売りたくても、いや別にちょっと歌手やりたいですみたいなパターンもありますし、そこは相思相愛なんですね。そうですね、運命ですねやっぱり。いやあとはだからグループなのかピンなのかみたいなところになってきますけどね、はい、まあそれはまた先々話すとしまして、まあ、花森さんはアイドルじゃあ好きってことですよね。はい。なんか好きなアイドルとかいるんですか。私中学校時代に韓国のアイドルのブラックピンクさんがすごく好きで、そこからもうアイドルになりたいっていう思いがどんどん加速していって。なるほどね。そうですね、高校1年生の時からは斎藤渚ちゃんっていう、はい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 、イコールラブに所属しているグループがすごく好きになって、はいはい、おさらにじゃ結構あれですね、はい、僕ら世代韓国アイドルは割と苦手というか、うん、あんまりそう苦手で好き嫌いの話じゃないですよ、はい、あんまりこうなんか見ないんですよ、うん、40代は30代もあんま見ないですよね韓国アイドル。見ないです、見ないですよね、だからその僕はどちらかというとまあまあまあ若い頃はモームス世代で、まあ後になって、まあ、AKB もしっかり通ってきてて、はいはい、でももクロ行っての今ビッシュとか、そういう王道なとこなんで、やっぱ若い子ちょっと違うんすよね。あ、そうですね。だってイコールラブも割とちょっと韓国系というかかっこいい要素もあるっちゃありますもんね、はい、どちらかというと。そこ大丈夫ですか、その彼女の願望に応えれる大杉さん。 かっこいい感じってことですか。かっこいい感じ。僕の冷やしないんですよ。っていうのは。じゃあこれ大杉さんも勉強しないとだ。ちょっとね。一回そのアイドルをやらなくなると分かんなくなります。分かんなくなります。離れちゃうと本当に。はい、いやでもそれはね花森さんのやっぱこう心にあるものがありますからね。私もこうしたいっていう気持ちは絶対大事じゃないですか。いやでもそれはねでも事務所の社長の意見ももちろん聞きつつ。はい、これから多分すり合わせていくと思うんですけど、やっぱ若いな、10代なんですね。10代の子はもう僕もいろんなアイドルのこと仕事するんですけど、はい、大体やっぱり韓国アイドルってみんな言いますね。うん、だからビッシュ好きとか言ってるのおじさんなんだなみたいな。そんなことないです、ね、ビッシュ好きって若い感じするじゃないですか、ね、いやしますします。もうおじさんなんですよね。ということでちょっと CM 一旦入るんですけど、 CM の後はもうちょい花森さんのちょっとパーソナルを深掘りさせていただきたいと思います。お願いします。の皆さんこんにちは。僕熊野くとうしちゃん、人間に憧れて森からやってきたんだ。リボ払いハマってます。指揮者とオーボエ奏者でマヌシャープです。奏でておりますけどもね、はい、ツイッターやってますのでフォローしてくださいゴン。ミッサイゴンモーフィーネ。さあ花森ひなさんにいろいろ聞いていきたいんですけども、はい、やっぱこうアイドルになりたいと思ってたわけですか。ずっと。そうですね、ずっと。それはでも今もう18歳で高校3年生、はい、高校卒業してからやろうって決めてたのか、それとももうね若い子だとほらもう中学生ぐらいからやってる子もいるじゃないですか、はい、そこら辺はどうだったんですか。もっと早くからやりたかったとかもあるんですか。私アニメが好きで、うん、結構ロマンチックと言いますか、将来もしかしたらアイドルになれるかもしれないみたいな夢のストーリーを自分の中で描いていて。なるほど。それで絶対なれると思って生きてきたので、うん、なんか特に自分から行動するとかいうこともなく、うん、時間だけが過ぎてって。でもちょうど原宿に行った際に、うん、大杉さんに声をかけていただいて、うん、そっからまあ夢の一歩と言いますか、第一歩が踏み出せたという感じです。あ、じゃあもう運命なんだね。そのだから要は原宿に行ってたのは普通に友達と遊びに行ってたんですか、それとももう今日はスカウトされるぞと思って行ってたのか。
ちょっと恥ずかしいんですけど、一人で脱毛サロンに行こうとしてて、うん、それでかなり何もしてない状況でふらーっと歩いてたんですけど、うん、その時にさっと声をかけていただいてもらって、なるほど、まあ、話聞いてみようかなっていう感じでした。じゃあタイミングも良かったんですね。はい、だこれが例えばすげえもっと若かったりしたら、もしかしたらちょっと尻込みしてついてきてくんなかったかもしれない。そう、タイミング大事ですから。ですよね、うん、だって高3でこの先どうしようかなとか進路とかも考えてる時だからみたいなのもあるじゃないですか、はい、そうです、そうです。あー、やっぱ高3だと思ってました、かける時声、大杉さんは。もうちょっとでも幼いイメージだったんで、多分高1とかそれぐらいかなと思ったんですけどね。喋ってみたら意外としっかりして、しっかりしてるっていう。でもどうですか、親御さんとかは心配しません？応援してくれてますか？すごく応援してくださっております。あ、じゃあいいっすね、はい、そういうところの弊害もないってなると、はい、ね、大杉さん的には楽っすよね。いやでもそうは言ってもこう高校を卒業してこうやるってこともあるし、芸能界にこう就職するわけですよ。はいはい、あ、まあね、また僕へのプレッシャーで、それもまた。そっか、まあでも実績ありますから。そうですね、仕事を作んなきゃいけないっていう、大杉さんが全部どうにかしてくれると思ってるので。まあそれはそうだけどね、逆プレッシャー受けてるじゃん。私はもうその波に乗って頑張ろうと思います。気楽でいてほしいんですけど。まあ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 、まあまあ、でもなんか芸人とアイドルって全然違うようで、割と僕はもうここどんぐらいかね、7、8年アイドル関係のこうイベントの司会とか、まあ仕事一緒にさせてもらってるんですけど、意外と芸人とアイドルって僕はすっごい近いところがあると思ってて、なんか意外と自己責任なんですよ、結構。だから今言った事務所の社長さんとかマネージャーさんが売ってくれるみたいな、もちろんあるんですけど、結局はなんか自分の力でのし上がっていくみたいなところは、なんかこう大手の女優さんとかとはちょっと違う感じですよね。アイドルって割と自力というか、あ、そう、やっぱあの面白くなれる部分というか、最後の売れるきっかけになるところは、やっぱそのタレント一人一人が持ってるやっぱ何かこう何特技だったりとか、うん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 、何かそういうものからこううまくいくことが多いんで。なるほどなるほど。いやだ、そこはね、花森さんどっしり大杉さんに、大杉さんという船に乗る、はい、乗りながらも、まあ、自分からこう目立つっていうのはやっぱ大事だと思うんでね、はい、まあ、でも声かけられてる時点でね、だってさっき何人ぐらい声かけられたって言ってましたっけ、原宿で。ちょっと大変恥ずかしいんですけれども、うん、10社以上というすげえな。めちゃくちゃ言うじゃん、はい、ちゃんと。でもね、この彼女のプロにかけてあるこのキャッチコピーっていうのも、はいはい、これ自分で言ってることなんで。あ、そうなんですね。前世も今世も来世も超絶アイドルっていう。うわ、だこれを素で言えるところはね、彼女のある種すごいところだと思います。確かに、だって葵の僕これプロフィール何度か見たことありますけど、うん、大杉さんこういうこと書かないですもんね、絶対。あ、だから自分で考えてるんだ、はい、あ、じゃあそういう自己プロデュース力とか発信力ももうすでに持ってる可能性があるということで、うん、いいっすね。いや、あと僕気になったのはプロフィールなんですけど、はい、軽音楽部だった。はい、そうです。僕あのお恥ずかしながら高校1年から22歳ぐらいまでずっとバンドやってて、はい、バンドを辞めてサラリーマンやってから芸人になってるんですけど、はい、これは何系の音楽やってたんですか。これはもう大人気、あ、コピーバンドですね、はい、そうです。人気のバンプさんとか、お、そうですね、シシャモさんとか、あ、もう実力系ですね。曲を拾って演奏しました。ベーシスト、はい、ベース、ギターも弾けるんですか。ベースだけ。ベースのみです。あ、じゃあ家にベースあるんですね。はい、ベース弾く女性ってなかなかですよね。いいですよね。ねえ。なんかその、なんていうんですかね、まあ脇役じゃないですか、はい、割とその、まあ脇役でもないんですけど、うん、こう、やっぱ世の中の人が見る楽器のメインってギターとかボーカルですね。歌ったりはしてたんですか。してないです。もう弾くのみ。弾くのみです。はあ、そういう面もあるんですね。かっこよ。だって普通、これだけアイドルになりたいと思ってたら、うんうん、目立ちたいからボーカルやりたいとかなるじゃないですか。確かになりますね。でもベースがやっぱかっこよかったんですね。かっこいい、わかる、はい、ベース、あの響く重低音が結構。じゃあ家にベースあってずっと練習してたっていうことですよね、はい、アイバニーズのベースがお家に2本あります。わー、すごー。じゃあもう指、はい、大丈夫、指、女の子指ガチガチになるの、ね、ベースってガチガチになるじゃん。こう今もちょっと実は豆があって。すげー、はい、あー、じゃあなんか音楽にも携わってたってことよね。はい、あとさっきちょろっと話聞いて僕気になった、僕アニメも割と好きなんですよ、はい、アニメ鑑賞が趣味、まあ、アニメ好きってこと で、 そうです、どんな感じのアニメがね、これ聞いてくださってるリスナーの方もいろいろ多分知りたいと思うんで。私が今期で一番好きなのは、はい、あの
実力、あ、ごめんなさい間違えました。本気って言ってる時点でも結構結構見てる人ですからね、はい、影の実力者になりたくて、影実ですね、へえ、がすごく大好きで、じゃ結構そのアニメ毎期毎期ちゃんと見てんだ、はい、後々そのネットフリとかで見るんじゃなくて、そう、ちゃんとチェックしてんだ、はい、あ、そうなんで、今噛んじゃってちょうど言おうとしたのが、うん、ちょっと1個前ぐらいのシーズンの実力至上主義の教室へみたいな、へ、綾小路清隆くんが出ているかっこいいやつです、はいはいはい、へえ、はい、結構ガチ勢ですね、大阪ってアニメとか詳しい、はい、全然全然鬼滅の刃見たことないですか、あ、すげえな、それはもう鬼滅の刃ドラえもんっすよもう日本人においてのドラえもんですからね、映画があんなに見られるってことはね、ジブリとかと一緒っすから見てないんですよ、見てないっすか、そうっすか、でもこれから結構アイドルとか、まあ、その声優に行く方とかはまた別だと思うんですけど、アニメとか結構絡んできますよやっぱ、そうなんですよ、最近一応見てるのは日本統一ですから、日本統一、あの時代劇ですか、ヤクザもののいわゆる任侠ですよ、なんてこと言うんですか、すごいハマってると思う、18歳の女の子の横で V シネの話やめてもらっていいですか、僕もポカーンとしましたよ、面白いですよ、まあ、まあ面白いですけどね、任侠映画もね僕も好きですけど、まさかアニメで日本統一という渋すぎんかタイトルと思ってたんですけどね、あ、でもそうか、花森さんいろいろあるんですね、はい、ちなみにその、まあ、ちょっと親御さんの話にさっきちょっと出たんで、はい、親御さんは例えば自分がアイドルになるとかっていうちっちゃい頃から言ってたりしたんですか、なりたいとか言ってないですね、あ、隠してたんだ、はい、じゃあびっくりしなかったですか、急にだって18歳でちょっとお話あるんだけどってなったわけじゃん、はい、どんな感じでした、そうなんだねみたいな感じでした、優しい、はい、そんな大杉さんは親御さんとその自分の事務所にいるそのタレントさん親御さんと話したりすることももちろんありますよね、あ、そうですね、はい、あるんですか、花森さんのお母さんと一度お会いしましたけど、まあ、ちゃんとしちゃってたんですよ普通は、はい、なんかその敵対視したりだってやっぱ怪しいと思われるじゃないですか絶対それでも思うんでしょうねきっと、で絶対思いますって、それはもうだってやっぱ僕の知り合いのその、まあ、40代の女友達とか、まあ、子供いるんですけどちょうど10歳ぐらいで将来アイドルになりたいとか言ってるその親世代は絶対ならせないからみたいな、危ないから怪しいからみたいな、そういうイメージですもんねやっぱ、はい、だからよくその本当ね進学するわけもなく就職するわけもなく、うん、それをオッケーしてくれたなってのは、いやだから思いますよね本当。親子間の信頼関係と、うん、まあ実際僕はそのねやっぱやってきて別にそんな危ない世界じゃないですから、うん、別に人によるというか場所によるというか、うん、そういうのもたまにありますけど、うん、基本的には安全だしイメージがやっぱりね怖いみたいなイメージあるじゃないですか。はい、なるほどね、じゃあもうこれはもう万全の体制で花森さんを売り出せるということですね。大杉さんはプレッシャーばっかりそうだ。じゃあもうちょっと残り時間あれなんでね、どうですか意気込みみたいな、花森さんちょっとラジオに来ていただいたんでなんか一言あれば、初めてのラジオで結構緊張してるんですけど、うん、もう進行もすごい上手くて感動してます。この後もよろしくお願いします。あ、ということで、まあ、今後もねお会いすると思いますので、じゃあこの後エンディングで告知などしていただきたいと思います。いや今度ね初めて行くところがあるんですけど、めちゃくちゃワクワクしてるんですよ。もうこの時期だったらもみじ狩りとかだよ。違う違う、もっとワクワクしちゃう。分かんない、ちょちょちょ、走るなよ、どこ行くのよ。お葬式です。はしゃぐなよ。こんな格好ですいません、トランキー。ちくしょう、また2位だ。こんな格好までさせられてもうやってらんねえよ。皆さんさよなら。さあエンディングでございます。いやちょっと大杉さん、これはいい人をスカウトしてるんじゃないですか。これアイドルとしてはね多分売れると思いますよ、ちゃんと。これは本当思います。いきます、これはいきます。まあ、これはね、別に大杉さんを別に僕はね持ち上げるとかじゃないんですけど、はい、やっぱこう実績のある人が言うのってやっぱ重いですから、やっぱちゃんと自分とこのプロデュースしたアイドルをテレビの世界に連れて行き、はい、やってますからね、そこは信用していいと思いますけども、
いやさっきねだから告知なんかありますか。大体あのこういうラジオとかって告知しにみんな来るんで、はい、告知ありますかみたいな風にふわっと聞くことも多いんですけど、もう別に特にないということで。そうですね。でも私たちの間で話し合っているのは、うん、2023年の秋頃にアイドルデビューということで、うんうん、おー、これは秋頃だからもう、はい、9ヶ月、8ヶ月先ぐらいのこと、7ヶ月先ぐらいのことを、今の時点でも予告しちゃってるんですね、もうね。はい、これは大杉さんも、じゃあ、一応、腹積もりはある。一応、早ければ夏、遅くとも秋ぐらいにどうにかしたいなっていう。なあ、これはだからまあ、気になるところなんですけど、ぜひね、その、僕もあの、数々大杉さんにお仕事過去いただきまして、はい、一緒に、あの、いろいろな番組とかイベントとかやらせていただいたんですけども、ぜひ一緒に仕事できる、時が来たら嬉しいですね。とても楽しみです。いやいやいや、もうあの僕も普段自分の告知なんかしないですけど、あの YouTube 始めまして、お、はい、今年からあの元もその小川誠さんと、うん、YouTube やってますんで、はい、ぜひともあの見ていただければなと。このリスナーの方もね、小川誠とヘナゲの井戸端チャンネルっていうのやってますんで、まあ、あのこうお互い YouTube と花森さん有名になって最終的にコラボとかできれば最高じゃないですか。いいですね。ぜひぜひねえ、はい、さあということで、これでもあの正直言うと全然聞きたいことまだまだ足りないんですよ。だってね、はい、さっきちょろっと本当に未来の話したぐらいですし、まあ、あとお互いの第一印象とか聞いただけなんで、ぜひともちょっと次回も来ていただきたいなと思って。大丈夫ですか。ぜひお願いします。いいですか。ありがとうございます。なんか大杉さん、大杉さん前ラジオ出ていただいたことありますよね。なんかありましたよね。ありましたよね。いや、なんかあの、大杉さんのラジオのこなれ感がえぐいなと思って。パーソナリティじゃないですか、普通に。はい。また、来週も二人揃ってぜひ、はい、はい、出ていただきたいと思いますんで。さあ、ということで、本日は、オフィサーウイから花森ひなさんと、大杉さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また兄だ、こんな格好までさせられてもうやってらんねえよ。